皆さんこんばんは、マーシーです。仕事を一日で辞めてしまいました。私マーシーが現在どのような職種サービス業のお仕事をしているのかと言いますと、現在ゴルフ場で働いております。ただね、一日で退職してしまいました。辞めてしまいました。一日で辞めてしまった理由につきましては、私マーシー分かってたんですよ。あ、これは辞めるなと、その時感づきました。詳しいことは事細かに現在お話しすることはできませんけども、ゴルフクラブをタオルで拭く仕事がありまして、それをゴルフバッグの中にしまって台車を押して玄関まで行くんですけども、そしてお客様の車の中にしまう仕事もたまにありました。そしてその時にはまだ大丈夫だったのかもしれません。私マーシーは気づきませんでした。そしてゴルフの打ちっぱなしの練習場が一番ホールの近くにあるんですけども、そこでその時点でふとポロリと、まるで独り言のように、俺無理かもしんないみたいな感じで言っちゃったんですよね。あ、これはもしかしたらやめるなと思いましたら、初日の日に70歳近くのおじいちゃんが一日で辞めてしまいました。皆さん、私マーシーが辞めると思いましたよね。私マーシーは辞めません。確かにね、仕事初日本当にハードなお仕事で大変だったんですけども、2日目も頑張ろうと今前向きな気持ちになっています。2月11日の初日出勤の日につきましては、同期の70近くの、年齢は詳しい年齢は分かりませんけども、70近くのおじいちゃんも一緒にいまして、最初はね、私マーシーはレストランのお仕事で、おじいちゃんは多分清掃のお仕事で、大浴場なのか客室の清掃パブリックなのか分かりませんけども、清掃の仕事をしておりまして、その後に一緒になって合流して、お昼休みも一緒でした。いろいろね、30分間だけでしたけど、いろいろとお話をしまして、非常に心強いなと、同期がいるって、年齢が違っても心強いなと、メンタル的に前向きになれたんですけども、ゴルフボール拾っている時に70近くのおじいちゃんが、俺無理かもしんないみたいな感じで独り言のように言ってたので、私マーシーは明日も頑張りましょうよみたいな感じで、正直ね、人のことを心配してる余裕は全然なかったんですけども、やっぱしね、せっかくできた同期ですので、一緒に頑張っていきたいという思いは本当にありました。ですが、お仕事が終了してからなんかちょっとね、そこら辺のことにつきましてはまだ詳しいことは言えませんが、70歳のおじいちゃんは退職することが正式に決定いたしました。まさかね、私マーシーより早く辞める人がいるとは思いませんでした。私マーシーはね、せっかく本当に雇っていただきましたので、その思いに応えたい思いがあります。確かにね、ゴルフボール拾う仕事って地味に大変だったんですよ。なのでね、辞めたい気持ちも正直すごい理解できるんですけども、もう少しね、頑張ってほしかったなと考えております。私マーシーは明日も出勤するぞ。これからも応援のほどよろしくお願いいたします。以上、マーシーでした。私マーシーはまだ辞めてません。